はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、滅竜対キュービが追加、しかも出現率超アップということで来ましたよ、ぶっ壊れ追加キャラ。今回ですね、特殊能力がむちゃむちゃたくさんあります。炎竜に与えるダメージアップ、そしてダウン、チャレンジステージで与えるダメージアップダウン、チャレンジステージでのフィーバーゲージ吸収カットということで、全部入りじゃねえか、なんだよこれ、最初から出せよみたいな感じです。確率見ていきましょうか。まあ途中追加のぶっ壊れ 1.6%、 これ出るでしょ。代わりにですね、お馬 0.5、 そして修羅駒 0.1、 0.1 となっております。だからもうキュービ、キュービさえあれば他何もいらねえぜっていうね。炎竜に対してダメージアップは中ですね。そしてダメージダウンが来ました、大です。これはまたちょっとやばいことになりそうだ。イベントマップに炎の祠、こちらが追加されました。これはチャレンジステージ出てくる、チャレンジステージでは炎竜がね、強くなって炎竜が出てくるということで、ちょっとこれもね非常に楽しみです。そして倒すとね、竜太にドラゴンメダル闘志を使うとスキルをもう一つ覚えるよ。僕ね竜太持ってるんですよ。なのでこれはどうしてもねドラゴンメダルが欲しいということは、やはりキュービ必須なのか。運営もうまいよね。点点点で終わったということは、ちょっと今日はワンチャンありそう。ワンチャンどころじゃありませんよ。いきます、さあいきます。4500ポイント、10連いきます。当たり前じゃないですか、頼むぜ10連で来てほしい。前回ね、大馬はまさかの神引き20連できました。ということは今回もさらっと引きたい、 1.6% だしね。いやでもイベント追加キャラってさ、引きにくいよね。今まで散々ガチャ回してきてここでっていう、ここで爆死したら今までの引きが。さあ昇天来るのか、昇天来たらかなり確率は高い。お願いします。あっとゴールドのウィスパー、これはどうだ。いやでも金株すげえ、金株3つも来ました。こんなのは今回のガチャでは初めて。青玉は来ません。僕はね、オウマとリョータ持っています。その他のキャラは持っていません。だからさ、ある意味神引きだよねある意味っていう言い方も変だけど、今回オウマゲー、そしてオウマとリョータがあれば、あの白駒とね炎竜が周回できるんで、まあ非常にね攻略がはかどる。だからそこだけ引けたってのはね、逆にまあラッキーだった。今回あまり横取り特攻なくても横取りいけちゃったしね。なのでイベント後半やっぱりチャレステクリアしたいとなると、やっぱりこのキュービいるでしょ多分ね、あの雰囲気的にはいる。さあいきます、止まればワンチャンあります。 1.6% だからね、さすがに 0.1、 0.1 は来ないでしょ。うっ、来ません。さあ来るのか。いや僕でも SSS ランクの極道アツガルルも持っていないので、止まったからといって安心はできません。まあ来れば来たで嬉しいけどね。まあ横取り終わっちゃった。おいおいおい、辞書これは神引きでしょ。やべえ、ちょっと興奮が止まんねえ。いやでもイベント後半でガチャを回しまくるのもなってのはあるけどね。うっ、止まりません。黙れバーン、技レベル上がっていく。これ実はね今回のガチャで初めて引きました。意外とねスキルが優秀で使えるんです。そんなことはどうでもいいです、なんとか引き当てたい。今回のイベント周回ゲーなので、ワイポイント稼ぎやすいっていう人もいるかもしれないけども、僕の感覚的にはね、お願いします。おっとゴールドのウィスパー、おはじきとか気まぐれ、金かぶ率すげえな。おはじきとか気まぐれゲートの方が僕は稼ぎやすい。なんか全然やっぱり1回あたり、まあ、周回炎竜とかね大馬があれば周回できるんだけど、1回あたりのさ獲得ワイポイントが少ないからさ、全然増えねえっていうね。いやでもまだイベント後半まだ丸々あるんで、まあ、じっくり攻略していく。
僕はねもうエンリューも倒して仲間にしました。まだ技レベルは低いけどね。なので一応まあイベントお宝もね一応4つ目のお宝まで解放したしね、だから一応まあイベント攻略はまあコンプリートしているのかな。だからやっぱりここまで来たらやっぱりチャレステもねやりたいよね。さあ金が4つあるのかないのか止まってほしい。よしよし、するかい。最近でも虹カップが来ないと厳しいか。いや虹じゃなくても出るんだよねラクゼットね。うっ、止まってほしい。さあこの際ね持っていないキャラシュラコマだとか極道熱がる極道欲しいんだよな。普通になんか強い弱いとかじゃなくて秘伝書、これは地味に嬉しい。取れ秘伝書。ちょっと待てよ、何なのこのガチャ、神引き、何なのこのガチャ。さあ行きます。やべえな、ちょっとここで爆死もないだろう。お願いします。まあでも炎竜集会、炎竜の集会はねまあワイポイント稼ぎもあるんだけど結構モチベーション上がるよね。なんかレアな秘伝書が落ちたり、まあ、あとやっぱり炎竜がね落ちて技レベル上げていく、だからそんなに苦にはなんないんだよね。おろしますおろしますおし、来た、昇天した。本日1回目の昇天、しかも虹カップ2つもこれ来た、これ来たでしょ。やべえ、サクッと引くぜ。これ外したらちょっとそれはそれで痛いけどね。昇天、昇天ですよ引いたぜ、もう引いた気でいます。確率的にはだってさ 1.6 でしょ。他のキャラなんてさ 0.1 とかさすがにないでしょ。 0.1 は虹カップは Z 以上確定でしょ。さすがにさないよね 0.1 は。まああえて言うならオウマが来る可能性はある。まあオウマは限界突破だから、まあ今僕7凸なんでまあ8、9と行くのはまあありって言えばあり、まあありだよね。まあでもやっぱチャレステ行きたいんでここはねやっぱり9尾欲しい、9尾欲しい。もう秘伝書も引いたしね、9尾引いてもう秘伝書を突っ込んでさチャレステ、そしてダブルスキル解放ですよ。さあ行くぜ。止まったらこれどっちもあれだよね、どっちも来る可能性あるよね。キュービがダブルキュービ、いただきます。まあでもシラクマの可能性もワンチャンあるんだよね。やべえ引けねえわ。お願いします。マジか、マジかよ。嬉しいけどちょっとドキドキだよ。もしかしてこれダブルオーマの可能性もあるよね、もしくはオウマシュラコマの可能性もある。でも 1.6 でしょ、さすがに来るっしょ。来なかったけど、さあ頼む、マジで引きて。うっす、来た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 、シャキュービッター、オッケーでしょう。これはまあまあでもトータル的に言えば神引きでいいんじゃないの。オーマも出たし秘伝書住所も引いたしね。まあちょっと回数的にはまあ結構回しちゃったけども、まあでもいたんじゃないの。これちょっと今回ワンチャンあるんじゃないの。チャレスってさちょっとやべえ、今日寝れねえわ。またちょっと育成してね走りたいなと思います。激アツ、久々にね熱いガチャ、ちょっと、ま、マジこれすごくね。さあ皆さんはね何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか、ちょっとコメント欄でね教えてほしいなと思います。やっぱりさ大森神社の点点点の日は何かあるっていうね、まあ伝説みたいになってるけどやっぱもしかしたらねあるかもしれません。ちょっとそのあたりも皆さんコメント欄でね教えてほしいなと思います。ちょっと今日は点点点だし走ります。やべえやべえと、さっきからやべえしか言ってねえね。